はいどうも、タクタクです。細胞新曲、やっていきましょう。今一瞬タイトルなんだっけってなりました。行こう。話しかけないのか。あなたが、たちがどういうことをしていたか、なんとなく雰囲気はつかめました。ええ、めまいがする話ですけど。それで、どうしてこんなところに、こんなところになったんです。一体何が起きたんですか？ざっくり言うと、思考細胞を投与したモルモットの一つが大暴走して、てんやわんやってことかな。随分と軽いですね。それだけならいいんだけどさ、思考細胞ってのは正式な投与の他に、体液を媒介として感染する性質を持ってるんだよね。体液。投与されたにしろ、感染したにしろ、思考細胞を取り入れた生命体が見せる反応は大きく分けて3つ。失敗して死ぬか、成功して順応するか、順応したもののとても使い物にならない出来損ないになるか。ちなみに出来損ないが襲った生命体は高確率で死ぬか出来損ないになるね。それってつまり、そう、わかり、何、この前のやつわかんない。わかりやすい、バイオなんちゃらってやつ、ゾンビパニックね、バイオハザード。俺が言うまで見てきたあれは、そういうことか。そう。で、俺たちはもう見捨てられて、この実験棟は閉鎖までされちゃったわけ。だから俺たちが出ようと思ったら、なんとかして上階へ続くシャッターを開けないといけないんだよな。それも緊急装置が作動する前に。閉鎖？閉鎖。そのうち研究装置が作動して僕たちは殺されるよ。この実験棟もろとも処分だね。いわゆる爆破ですか。まあでも不思議なことに予備電力になってるみたいだから、それだと装置は作動しないんだけどね。電力が復旧する前の時間がどんなもんなのかはわからないけどさ。そのシャッターを開ける方法や装置を止める手段はあるんですか？君らがな、細胞の力に順応して能力発現していればなと思うんだけど、ちょっと厳しそうかな。まあ、バカ力でってこと？地下2階に緊急用の通路があるはずだけど、そこが使えるかどうか。大地あっちの方がやばいと思うんだよな、ゾンビ的に。地下2階ですか。確かにあっちは気配が濃かった気がしますね。地下2階か。地下2階に行きゃいいのか、これは。つまり、今から。今まさに。もう一つ聞かせてください。私の他に人は見ませんでしたか？ああ、さっきトイレこもってる時にすごい音と、あ、この人はいたな、トイレ。銃声がしたね、そういえば、ちょっと様子見に行こうと思ったら、バタバタと地下2階の方に向かう足音聞こえたよ。あれじゃ襲われて終わりだなって思ったから追いかけなかったけど。ああ、ミスターまさか2階に行く気？やめた方がいいよ。もう一回聞く？地下2階な。何がいるのかぐらい教えてくれよ。まあ、とにかく行き先は地下2階で決定みたい。あ、行くの？行くよ、そりゃ。地下2階に行けば仲間や脱出に関する手がかりがある。いえ、むしろそこにしか望みをかけられないということですよね。そうだね。でも君一人じゃさすがにもう運よく生き延びられる確率は少ないよな。少ないよ。うん。来ます？何ですか？よし、加納さん、ミスターの勇敢さと、賢明さん、聡明さん、無謀さ、バカさに惚れたよ。一緒について行ってあげよう。おお。っていうか、俺も一人じゃ心細いし、脱出ルートを探そうね。そういうことね。あははは。ほら、俺のことが信じられないのは当然だけどさ、唯一の生存者二人じゃん。仲良くしようよ。ねえ、モルモットくん。この人の感情が読めねえな。頼もしいような、恐ろしいような。でも今はあなたの協力を信じるしかなさそうですね。俺に後悔させないでくださいよ、加納さん。楽しんでんのか、臆病なのか、なんかよくわかんねえ。加納扇が仰ぐか、仲間になったって感じだね。君の名前は？あ、そうか、こっちの名前でやってるもんね。麻生浩二です。麻生ちゃん、よろしくね、麻生ちゃん。本当は知ってんじゃないの。同行者はマップ上に表示されません。その代わりメニュー画面にて確認が可能です。また開発コマンドの使用は可能です。
初めて会話コメントがこれで生きてきます。あ、上にいる上にいる。で、会話してみようか。大丈夫かな。さあ、もう食われてんじゃない。そのうち襲ってくるかも。あ、冗談、そんなにらまないでよ。いいのかな、他のなんか銃とか取りに行った方がいい。なんか倉庫に入りたいみたいなこと言ってたけど、倉庫に今入るとなんかあんのかな。おとなしく地下2階に行くものか、倉庫に寄って行ってみた方がいいものか、ちょっと1階だけ倉庫にね、寄り道しましょうか。なんか変なクリーチャーがいるような気もしますけども。真っ暗だね、相変わらず。懐中電灯。お、大丈夫。あ、なんか倉庫で撮りたいとかどうとか言ってたもんは？いいの？あれかな？電力が復旧してからみたいなことなんかね。こういうのも。ここで会話とかしてみると？ダメか。嘘だ。どうしてそう思いますか？バレた。やっぱり嘘だ。嘘だって言われて、そんな落ち着いて反応返すのプロでしょ。ご想像にお任せします。そう、こうやって話が進むんだ、でも。ここはどうやら関係ないっぽいね。ほんと個人的な用事だったのか。もうおとなしく地下に買いに行くか。俺の性格上なんか、そういう、ここのなんか取りたいものがあったとかどうとかね。開けられなかったとか言われると、フラグが立って調べずにはいられなかったというね。じゃあ行きましょうか、地下。一応ここでセーブしといた方がいいのかな。あ、ちゃんと。会話がまだ続いてる。お腹すいかない。すきません。あ、これで終わりましたね。ちゃんとこの辺も会話を回収できるのがすごい。行くか。だいなんか、やり残しがあるような気もするんだよな。まあでも戻れないわけじゃないからね。暗いですね。滑って転んで、オダブスとか冗談やめてよね、アソちゃん。キリュウちゃん。ちゃん付けだとなんかね。あなたこそ闇に紛れて刺し殺すとかやめてくださいね。あ、いいね、それ。どうした？ん？どうしたの？すごい穴、開いてますね。うん。ああ、これね。ベータが脱走した時にドカーンってぶち破ったんだろうね。ポチのこと。オリジンベータ、この状況の元凶ですか？そうそう。あれ？俺話したっけ？さあ、どうでしたっけ？何せ俺もいろんなところから情報を仕入れましたからね。クラチさんたち、ここから中へ入っていったのか？じゃない、これ俺がこっち側に来た時から空いてたからね。そのオリジンベーターとやらは今どこに潜んでるんでしょうね。地上階には出られてないと思う。そんで地下3階以下のロックは完全にしちゃってあると思うから、まさかここの、まさにこの地下2階か1階のどっちかにいるんだろうね。どんな感じなんですか、それは。多分怪我して再生中なんじゃない。オリジンペーターって名前はポチとか言います？お、そうそう、詳しいね、アソーちゃん。もともとワンコで成功したやつだからね、あいつ。でも結局成功じゃなかったってことなんだよな、あれ。どうやって、どうして？俺からすりゃ、オリジンって呼んでも、呼んでいいのかも、謎。まあ、結局なんか暴走してるから成功じゃないってことですか？すでに宿主を変えた今じゃ、もはやただの凶暴なクリーチャー。イエーイ、パチ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 。ノリがおかしいんだよ、さっきから。今は人の形をしている。そ、なんだっけ、フルトとかいうね、冴えないおっさんだよ、宿主。再生力も落ちてるだろうし、今暴れ疲れてねんねしてるんじゃない。元は犬だけど今はフルトっていうおっさん。マジで随分軽いですね、あなた。まあね、アソちゃんが倉庫開けてくれたおかげで武器補充できたし。あ、それは結構前に補充してたわけか。大丈夫でしょう。なるほどね、そういうことか。さっきまで地下2階はやばそうとか言って足踏みしてたくせに。アソちゃんは武器いる？
いや、やっぱり俺は武器を使うのに向いていないって痛感しました。倒せなかったからね、さっきのやつね。じゃあ行こっか。あ、加納さんは A ランク職員だから、こんな壁の穴通らずにちゃんと扉開けていけよ。A ランク研究職員を承認しました。認証しました。麻生ちゃん、麻生ちゃん、暗い。待ってくださいね、今懐中電灯を。うわ、地下。そんなに驚かないでよ。何が潜んでるか分かんないのに。ここに C って扉に書いてありましたよね。A ランクカードは B も C も開けられるってことですか？ん？そりゃそうさ。C より B、B より A が偉いんだもの。幹部が持ってるカードなんかほんと全部開くよ。でも、俺が持っていた C ランクカードでは D を開けることができませんでしたよ。ああ、D ね。D は外部業者用だから、ちょっと特別なんだ。だから C ランクとは分けてあるんだよ。B や A なら D も開けられるよ。なるほど。さて、じゃあ張り切って地下2階探検、レッツゴー！多分 C は本当に雑魚中の雑魚の研究員っていうことなんでしょうね。だからもう本当に、業者のか、けん、業者は業者にまだ権限があってね。そういう区別されちゃってるわけね。その細かな設定がこのゲームにどう反映するかちょっと気になるところですが、ここでもここの地図がないんだよね、確かね。ここは、あ、でも B1 だから B2 が欲しいところ。まあ、一番手前のここから入っていくべきか。どこでも入れる状況だからね、今は。あ、どこでも入れる状況であれば、A のとことか入れなかったのかなって思っちゃうけど、どうなんだろうね。いいのかな。向こう側から何かの力で抑えられているようだ。暗すぎて。ここは？ねえ、麻生ちゃん、ここは特に何もないと思うよ。え？すでに調べられたんですか？うん。そうですか。でも俺が気になるので。そっか、麻生ちゃんって変なの。何もないと思うよ。ん？どうしたの、麻生ちゃん。ん？いや、何か違和感がありまして。でもなんだろうな。なんだろう、違和感って。違和感あります？ん？いや、範囲が、照らされる範囲が狭いから。ここは何なんだ？あ、この本。様々な種類が文字を読むには明るさが足りない。ああ、そういう設定ね。重装。ひどい死に方だね。なるほど。他に比べれば綺麗な気がします。撃たれて殺されたってことか。こことは別に。なんか、他のね、思考細胞系のクリーチャーから殺されたわけではなく。あ、でも体力マックスだな。精神もね。本当に何もなかったけど。まあでもなんか分かったよね。誰かが銃で殺した人。ね、そういうやつもいると。まあ、同行している加納さんな可能性も高いけどね。え、これさ、マップ欲しいな。いや、ちょっとマップ、これマップないときついわ。マップねえかな、どっかに。トイレね。トイレは？うわ、出た。何もそんなところにいなくても。背中ちゃんだね。この子下手に刺激するとやばいから、あんまり撃ちたくないな。近づかなきゃ大丈夫だと思うんだけど、トイレ行きたいなら、どいてもらうのが、どいてもらうの待つしかないね。そうですね。後回しにしましょうか。漏らしてもいいよ。麻生ちゃん。寝言は寝ていいよ。怒るときは怒る。こっちの女子トイレは入れないよね。じゃあ、この部屋。やられてる。脳みそが出ている。脳みそパーンだね。
ノーミスペン。これは？ガラス。いや、瓦礫でなんか、いけるとこといけないとこが多すぎる。顔の穴という穴から黒い液体が出ている。こいつはやばそうだな。なんか邪魔なものがある。あ、ここ。なんだ。タオルとドラム缶だ。しっかりとしたものだが動かせなく、もうなさそうだ。何製の鉄製の、床扉がある。固く閉ざされている。何かの機械。うわ、なんか怖い。いけないの？ん？行き止まりじゃん。あ、行けるか。これは？ボイラー？でも、ボイラー室だな、多分な、ここな。ここはこれだけか。なんかあっちに行けそうな感じと、ここが何か後々関係しそうな気もするが、まあ基本的にここはこれだけかな。いや、マップ欲しいな、ここの。これなんとかして見れないの、これ。実は続きがないね。ないです。はい。すいません。ん？なんか落ちる。あ、やった！これが欲しかったんだよ。で、今いるところがある。廊下がな、あれだ。ん？動物管理室か？どこだ？始皇帝研究所、研究棟地下に拾っておこうかな。でも見るときは安全な場所で見ないとやばそうだな。はい。ちょっと待ってね。こっちから来て、ここがトイレだった。で、トイレのすぐ近くは、これですね。北廊下か。北廊下で、北廊下も一つの、だからエリアになってるんですよ。標本室、モニタールーム。モニタールームへの扉なんかあったか？モニタールーム。ん？いけない。モニタールーム。モニタールームへの入り口が行けないようになってんのか。OK、理解した。で、あとは、標本室。標本室も一応、もう一回だけ確認しよう。確か行けなかったと思うが。お、来た！危なかった。ここ見逃してた。標本室ね。一回そろそろちょっとセーブかましとくか。特には、あ、ここでね、なんか直せるのかな。特に標本らしいものないけど、ここで、まあ、傷を癒せるということが分かりましたね。ちょっと違うとこに行きましょうか。これであと行ってないのか？ちょうど、でも下の方のエリア入ったんだよな。南廊下のに行ったのかな？俺はもしかして。で、会議室 A、B があったり、簡易生活処置室があったりするけど、まあいい。一回培養室とか動物管理室の方向に行ってみよう。殺されてる。うわ、瓦礫？瓦礫で埋まっている。行けないんだ。と。腹部からあらゆるものがはみ出している。ホルモン。ホルモンですね。ホルモン。ホルモンだ。ここど、な、な、何してここ。ここ入ったとこにはね。ということは、わかりました。B2 の現状は、現在、南廊下、までだね。で、もしくはワンチャン、簡易生活処置室を経由して、左側のエリアに行ける可能性はあるが、その、簡易生活、処置室へのルートがもっと下なんだね。でも下にこれ以上降りられないな。どう？どうなの？いけんの？いけない いけないんじゃないの？これ。あ、いけないんじゃないの？これ。いけんの？いけないね。瓦礫で埋まってるね。瓦礫というか何なのかわかんないけど。その後、まあ会議室の中には誰もいなかったよと。
入場法ぐらいなもんすよ。どうした？うわ、電池切れた。しまった、切れた。カノさん何か持ってませんか？あれ、カノさん、あれ、ちょっとこの際スマホの明かり、あ、スマホね。これでイベントが進むわけやな。おお、結構明るい。加納さんがいない。は？加納さん？は？どこ行った？何か服の下に落ちている。しかし暗くて見えない。いや、服の下。取らないですか？この下にどれも綺麗なんだよな。急にイベントが進んだね。加納さんは？黒い液体が出てない。ここみんな自害したってこと？うわ、なんだこのタイミングかよ。なになになに、うわ、なんかいる。くそ、気持ち悪いな。捕まるなんてごめんだぞ。一回戻ろう。今もう何ダメージ入った。いやー、ダメージ入っとる。水飲んどっか、回復する。危な、ちょっと待って、道具をちゃんと使いつつ、こいつの動きをよく見て、よし、脱出するぞ。で、どこに逃げるかな、問題は。逃げらー、どこに逃げよう。来た道を戻るしかないな。し、あ、そっか、そういうことか。あぶね、こっち来ちゃったけれど、来ちゃったけれど、ここなんかあるんだったっけ。あ、池だ。ここなんだっけ。扉を塞がないと追いつかれる。なんか動かせそうなものはこれか。これはこいつなら俺でもなんとか動かせる。動け、えいえいえい、動いた動いた。ひぃ、どっかに隠れるところ、ここしかないじゃん。もう固く閉ざされている。どこに行けばいいんだ、隠れるとこ。行き止まり、隠れるとしたらどこに行くの。その声、阿藤さん。お、え、阿藤さん、こっちです。この段ボールをどかして、こあれじゃない、もしかして囚われていたというか、行方不明になった。名前がもう忘れたけど、引き返していくのか、引き返していくのかい。なんだっけ、名前が出てこないけど、はあ、はあ、はあ、行ったか。はあ、ありがとうな。あ、やっぱりシナノくん、シナノ、阿藤さんだ、会いたかったです。どうしてこんなところに、し、あんまり大きい声を出すんじゃねえよ。だって、たく、今死にそうな目に遭ってたのは俺の方だっつうのに。まあでも無事でよかったよ、お前が。うう、阿藤さん、あ、大好き。いや、男にこの状況で言われてもときめきはしねえな。えへへ。でも、ようやく目的の人に再会できたね。さてと。それでシナノ、早速だが、いろいろ聞かせてもらうぞ。はい。まず、教えてくれ。一体お前の身に何があった？覚えてないことも多いんですが、分かる限りお話ししますね。あれは土曜日の夕方ですね。家にいました。魔法少年ディータと神の剣を見てゴロゴロしていたので確かです。随分、まあ、うん、アニメっぽいね。お前が土曜の夕方に小学生向けアニメを見てたことにまずびっくりだよ、俺は。あ、
リタケン面白いんですよ。いや、その話はいい。少年アイドルの、少年アイドルのね、ケンタ君が可愛くて、知りません？割と有名らしいですよ。テイタ君しかも、何で、ショタ、違う。お前の意外な趣味は分かったから、話を進めろ。はーい。それで突然チャイムが鳴ったんです。どちら様ですかって聞いたら、警視庁ですって。警視庁？名護市警察とか、県警じゃなくてか。はい、そうなんですよ。俺もあれって思ったのに、なので聞き直しました。でもちゃんと東京から来たと。スーツ姿の若い男性が入ってきて、後ろにも同じような人が5人くらい。だから俺、先頭のお兄さんに、僕が何かしたんですかって尋ねたんです。うん。そしたらその人が確か、落合公園の事件についてお伺いしたいとか言ってきまして。落合公園の事件？ああ、この間新宿の公園で狂犬病の犬が人を殺したって事件だったか。そうです。もしかして俺犬が怖いのその事件に関わってたからじゃないかって思って。だからその警察っていう彼らにおとなしくついていったんですけど、実は始皇帝研究所の連中だったか。ってことなんでしょうか。車に乗せられた途端スタンガンで気絶させられて、まあそういうことなんだろうね。気がついたらここの実験室みたいなところにいたんですが、実はそのあたりから記憶がまた曖昧なんですよ。すみません。いやー、これシナノもなんかやられてるな、これな、多分な。もっとやばい感じかも。そうか。気がついたらなんかみんな大騒ぎして逃げてて、あ、俺も逃げなきゃって思ったんです。前を走ってた研究員さんっぽい人が俺の後ろの方を撃って、やばい後ろにいるんだって、必死に逃げました。そして我に返った時にはここで倒れてたんです。改めて無事でよかったな、シナノ。特に怪我はないか。それが足に流れ玉が当たっちゃって、明るく言ってますね。暗くてよく見えなかったけど、大怪我じゃねえか。大丈夫ですよ。そんなに深くなかったみたいで、ゆっくりなら歩けますから。いや、その破傷風とかになるやつじゃない。本当に元気そうなのが怖いんだよ、お前。神経通ってるか？通ってますよ。それで？でもまあこいつここにいた方がいいんじゃない？とりあえず。シナノ、俺は脱出ルートを探してくる。希望あるんだ。だからここで待ってろ。糸口が見えたら迎えに来る。ええ、大丈夫なんですか？そんなの危険ですよ。危険だからってここにいたら死ぬだけだ。やるしかないんだよ。アトーさん。シナノ、お前の顔を見て俺も元気が出た。無事に帰ろう。な。アトーさん、アトーさん、惚れます。男に言われても、バカ言う元気があるなら大丈夫だな。よし、行ってくるよ。でも、少年アイドル、アトーさん、慌てて逃げてるとき、西側の廊下かな、あっちへ逃げていく人がいたんです。もしかしたら隠し通路とか万が一の時の逃げ道とかがあるのかな。西側、西廊下、ありがとう、行ってみる。西廊下といえば、西廊下、北廊下、南廊下、だから西廊下だから今閉鎖されてんのって。なんか他のルートがないとどうしようもないんだが。そしてなんか惚れますっていうね、シナノ君の発言は怖いですよね。少年アイドルが可愛い言うてたからね。そういう、ショタ好きなところが、あるというね、同性が好きっていう可能性がある、あるから、アトさん気をつけてください。ということで、次回はこの続きからやっていきましょう。それでは、また。